こんにちは、ツー。ピーナッツくん、ディケイド。ディケイド。はい、4月ももう今日で半分ですよ。わー。早いー。早いですね。マジで早いね。いや、すごい早い。ね。早くすぎない？ちょっと4月15日の話題もう行きましょう。もう今日の本題入っていきましょう。うるせえ。4月の、まだ3分の1ぐらい。 いいよ、もう4月15日の話題はもうそんなもう2秒で終われということで、最近ツイッターで話題になってる。何ですか？はい、こちらのトロッコ問題というものをご存知でしょうか？トロッコも、見たことありますよ。究極の思考実験って言われてるらしくて、はい、線路がありまして、はい、トロッコがありまして、まっすぐ行ったら5人の人間がいて、うん、引いちゃいますと、死んじゃいますと。でもあなたがそのバーを引いて路線を変えたら1人だけ死者が出ますと。なるほど。あなたは引きますかと。引くよね、バー。5人対1人だったら1人の方を殺した方がマシじゃん。悩め。悩むんだよ。悩めないやつはサイコパスだ。いや、とっさの判断で悩めよ。まあ、松岡修造も、はあ、レストラン行ってメニュー見たら2秒で帰るって言ってたし。松岡修造関係ねえよ。修造だったら引くよね。うるさ。そのツイッターで大きく話題になってたのが、うん、そのある授業でね、それで生徒が、うん、レバーを引いたら一人自分を殺人したことになっちゃう、殺したってことになっちゃうから、はい、引かずに5人死んじゃって、まあ責任なく終わることもできますねみたいなことを言ったの。あ、関与しない方がいいってことね。そう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 。なるほど。第三者で、そう、当事者になっちゃうからね、引いたら。そう、引いたらそうなっちゃうから、それで結構おお、そんな回答があったのか的な話題になったわけですよ。引けよな。いやいや、レバー引けよな。いやいやいや、ね、そのレバー引くことに対する迷いがねえんだよ。修造だったら、お前はレストラン、いや、お前はもう分かったって。お前はサイコパスか。息子とかにもやってるからね。もう10秒で決めろ。マジ、松岡修造の家レストラン行ったら10秒で決めろ。やだー、やだわー、やだわー。ちょっとうざがってたもん、子供も。で、そこで面白いサイトがあるんですよ。こちらです。モラルマシーン。モラルマシーンですね。最近さ、車がさ、うん、全部もう勝手に運転してくれるよっていう全自動運転、そうになるって言われてるじゃんか。言われてますね。で、車が事故を、うん、まあ起きちゃうかもしんないじゃん、全自動でも。あー、確かに。そう。で、その時にトロッコ問題と同じような状況、左におじいちゃんがいて右に犬がいます、うん、その瞬間に自動運転が判断するように AI が搭載されるんだって。あ、なるほど。車も生きてんだよ。生きてんな。生きてんだろう。盲点だったわ、完全に。は？完全に盲点だった。自動運転のことすごい思い馳せてたけど、うわ、盲点。そこでだよ。何なのこのサイトは。で、このサイトは人間がこう、例えば猫が5匹と犬が1匹いて、うん、どっちを選ぶかっていうその集計を取ってんの。あなただったらどう判断しますかっていう、その、まあ、なるほどね。まあ、たぬきと豆ですが、たぬきと豆視点の情報を今日は、いや、ちょっとポンポコさんやめといた方がいい。なんでだよ。最高だもんな。お前だけには最高って言われたくない。本当に最高だと思う。うるさ。ということでやっていきましょうか。夜とか目がランランとしてるもん。サイコパスの目なんだよな、夜の目が。はい、こんな感じで自動運転車はどうすべきですかと。左は車の乗客が0で犬が3匹と猫が2匹死んじゃいますと、うん、で、右が男性医師、女性経営者、女性高齢者が死んじゃいますと。職業まで書いてんだね、これ。これ有力な判断材料ですよ。なるほど。辛いね、これ選ぶの。もしかしたらだって、うん、犬も相当優秀な犬かもしんないもんね。はそうだね、猫もヒカキンの猫だったらもう引けないよね。やばい、引けないよ、そんな絶対引けない。ヒカキンさんの猫だったら丸を。いや、命の重さは、いや、でもな、でも右だよね。でも、いやマジか。そうでしょ。お前ほんと責任、判断の責任なすりつけてくるな、それはやばいぞ。右。いやそうだね。いや、でもポンポコ、タヌキ的には左だよ。右は間違えた。人間と見間違えた。怖っ。人間と見間違えた。これだからやなんだよ。間違えたわ。これだから、これ危険分子だ。うるさいわ。じゃあ左でいいか。ターミネーターこいつ殺してくれ。いや、うるさい。左でいいか。はい、左です。次はですね、左はアスリート体型の男性、アスリート体型の女性、はい、女性が死んじゃいますね、はい、
右は今回は車に乗客がいるんで肥満体型の男性、肥満体型の女性、女性。あ、なるほど、障害物に当たって死んじゃうってことか。これやばくない？まあ太い人かアスリートを取るか肥満を取るかだよこれ。うわ本当だね、これちょっとあれだね。いやアスリート避けられるっていう可能性ないかな。あー、あるかもしれない。アスリートはでもないだろそういう問題じゃないだろそう、そういう問題じゃないです。ごめんね、ツッコミが甘かったですね。肥満の方がね、はい、やっぱり、はい、寿命が短い。まあもしかしたら、うん、脂肪がクッションになって生き延びる可能性も。ああ、さ、その可能性かけてこっちにしようか。はい、はい、ということで盤上一致で。はい、盤上一致、盤上一致って言ったの。あ、カズーイと、あ、盤上とカズーイの盤上一致。何言ってんの。はい、左はアスリート体型の男性と男性経営者が亡くなります。うん、右がアスリート体型の女性と女性経営者が亡くなりますね。左は両方とも男性で右が両方とも女性、うん、女性だからね。めっちゃ申し訳ないけど今少子化だから右ね。え、あ、じゃあもう矢印がさ脳に、本当に怖い。いや、僕も左かな。左、じゃあ、うん、盤上一致で。はい、うん、盤上。はい、じゃあ次は左が男性が亡くなりますね、うん、右が少年が亡くなりますね。歩行者が赤信号で交通違反したことにも注目してくださいって書いてある。あ、あ、本当だ。そう、子供は赤信号無視しちゃったんだよ。これでもすごいのが自動運転でもう信号も分かるんだって。信号も全部判断して。そりゃそうだろそうかそうかそれできなかったら全部事故だ、全国事故だ、世界事故だ。もう待ってくれよ本当に。下調べで生きようとしたら本当にやば。でも子供だからね、信号無視したといえど。そうだよね、やっぱ、ね、未来のある子供を。男性ちょっとこれは申し訳ないけど男性に犠牲になってもらおうかな。そうだね、申し訳ございません。ホームレス3人が死んじゃうか、女性と経営者2人が、うわー同じ命、うわーやだー、これやだ、選ばらせんの、これひどいよ、これはひどい、これちょっとな、これはひどいな、マジか。でもホームレスは青信号なんだよ、うん、本当だ。いやポンポコは申し訳ないけど、うん、ホームレスが正しい、ホームレスを生かす。そっか、うん、なんでポンポコは左を選びますね。いやこれ難しいな、ホームレスだからなっていう気持ちもちょっとだけあるんだよ、うん、僕あちょっとあれだけど、まあ、そうだね、難しいな。いやまあでもこれはルールに乗っ取りましょう、うんうん、何のルールだよ、この信号の、うん、あ、そうだね、信号を無視し、ね、信号を守ってる方が正しい。そうだね、から左。でもさ自動運転さ、カメラでさ、あ、ホームレスだ、乗客を救うぞって判断しちゃうってことでしょ。うん、じゃホームレスフードファッションだしちゃダメ、危ないね。じゃあ今後危ない危ない、ホームレスフードファッションは気をつけないと。小田切城とか危ないもうやめろって。小田切城危ないし、小田切城それ映画とかだけだろ。はい、じゃあ左で、はい、ラストですね。はい、ラスト、左が男性経営者3人と女性経営者1人が亡くなります。はい、右が女性経営者1人と男性経営者が亡くなります。とこれもう女性を守るしかないですね。女性経営者を守るために左、申し訳ない、申し訳ない、少子化なんで。これだね、なんか人本当に引いちゃってる気分になっちゃうね。ね、ね、気が重いよ、気が重いね。で目ランランとしてない、大丈夫、してないよ。あー、よかった、してないよ、ね、おニヤついてんぞ顔、さっきからクリックする瞬間顔ニヤついてないか。いやもうそういうそういうほざけはやめましょう、ポンポカさん。お前が言い始めたんだろはいはい、はい、これ結果です。結果出ました。おー、結果、最も殺されたのが犬、珍しすぎるわ。最も助かったのは女性だって、女性経営者かな。あー、これ命の数は自分のモラルが分かるんだね。あー、そうだわ、命の数、いやもう全振りじゃん。本当だ、平均ここだよ。やっぱ数取っちゃってたか、数取っちゃってんね、だいぶ、だいぶ数ちょっとなんて乗客の命を優先する傾向。これあれだね、 AI はじゃあさ乗客のこと考えないってことだね。そうだね、乗客優先。まあでも乗る側からしたらさ、うん、乗客の安全守ってほしいじゃん、うん、っていうところだけど、まあ総合的な状況をね今判断するんだね。自分が運転手って言われたらだいぶ結果変わっただろうね、これ。確かに、だからこんな平均まっすぐなってるの、真ん中すごいね、すごいね、感慨深いわ。助かる人の体型、あっ、ちょっとやばい、
ちょっと、いやこれはやばいよ、これは肥満全否定みたいになっちゃう、これはひどいよ、僕とか殺されちゃうもんね、この状態で。そうだ、お腹めっちゃ出てんなお前、そう、服着ろ、分かる人の社会的、ええやば、あでもそうだわ、経営者とか全然ポンポコたち判断基準にしなかったよ。あそうだそうだ、そうだってホームレスも全く気にしなかったから、泥棒とかもね関係なく、社会的価値ってなんだよ、同じ命だろって。おおおおはい、ということで以上モラルマシンというサイトで実験していきましたけども、結構やっぱり精神的にグッときますね、これは。これが倫理ってやつですか、命の重さとか、うん、その考え出すと、うん、ちょっとポンポコさん怖いなって、なんでちょっとありましたね。何がどうなってそうなんの、迷いなく右とか左とか軽かったよ言葉が、違うよ、あんなに命は重いって思ってたのに、ちょっと怖いですね。なんでそんなサイコパス界の時仕立て上げんの、いや本当に、いや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 、もうみんな分かってると思いますけど、こういう風に言ってる方が一番サイコパスなんですよ。はい、ということでみんなも自動運転の未来に向けてモラルマシン、よかったらやってみてね。じゃあね、バイバーイ。ピエロの格好をして街中踊り狂おうっと、やば。